皆さんこんばんは。本日はサッカー E 日本代表に選出された3選手をお招きして FIFA E ネーションズカップ出場を目指して代表選手同士のトレーニングマッチをお届けしてまいります。サッカー E 日本代表の皆様よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。進行実況は私はずなが務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。そして解説にはサッカー元日本代表の七海博さんにお越しいただいております。七海さんお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで七海さん、サッカー E 日本代表が活動されているということをご存知でしたか？いや、日本代表まであるのはちょっと知らなかったんですが、ヨーロッパでは、ね、相当盛んなようですし、うん、まあ、これからねこの選手たちがどれぐらい飛躍していくのかっていうのは、まあ、サッカー界も注目しなきゃいけないなと思いますけどね。新しい、ね、サッカーファミリーが、ね、また広がっていくというところで、ね、うん、彼らの活躍にも期待していきたいところではあるんですけども、早速ではございますがサッカー E 日本代表の選手をご紹介してまいりたいと思います。まずは FIFA21 グローバルシリーズ公式ランキング東アジア部門で見事1位で選出された J 選手です。お、来た、裏へのボール、ロナウド、これは3点目、一発カウンターで J が3点目、追加点を決めました。こんにちは、 J です。お願いします。簡単に経歴伺ってもよろしいでしょうか？はい、まあ、FIFA シリーズは8年くらいやっていて、で最高成績は、E チャンピオンズリーグ2019の時にベスト16が最高成績になっています。なんか実はチャンピオンズリーグも FIFA で行われて、はい、E チャンピオンズリーグというのもあるんですよ。すごいな結構進んでるんですね。そうですね、はい、代表戦ももちろんですけどクラブレベルでもいろんな戦いがあるということなんですけども、J 選手はですね17歳で FIFA で日本一に輝いているという実力者で、今年1月に開催された EJ リーグでも優勝しているというプレイヤーなんですけども、今回 J 選手は初めて代表に選出されたんですけども、率直な感想はいかがですか？いや、もうただただ嬉しいですね。で、まあ、去年第1回の日本代表の選出があって、それに落ちてしまったの で悔しい思いしたので、今回本当に選ばれて嬉しいです。まあ、ポゼッションしながらの攻めといったところに特徴があると思うんですけども、はい、改めて自分で見て自分の攻撃スタイル強みといったところはどういったところにございますでしょうか？まあ、今年はそうですね、ポゼッションはずっと意識してたんですけど、それよりもそのクリエイティブさというかいろんなパターンの得点っていうのを意識していて、あんまり支配率っていうのは意識してなくて、でまあその多彩な攻撃っていうところが自分の特徴かなと思いますね。でそしてまあ守備面としても多分結構世界の中でも守備が固いプレースタイルだと思うので、そこも結構見てほしいところかなと思ってます。まあ、その点では E チャンピオンズリーグ、先ほどお話にもありましたけど、その時は5バックで世界大会に挑むなんてのもあります。出場者の中で唯一自分だけ5バックで挑んで、うん、でまあ、結構対戦相手から嫌がられてたのかなと思いますねまあそういった、はい、ね、リアルサッカーを模したところといった戦術面もね、ぜひご注目いただければというふうに思います。続きまして FIFA21 グローバルシリーズ公式ランキング東アジア部門で3位で選出されましたウェブ・ナスリ選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、これが僕は FIFA 歴は6年ほどで、FIFA18 の、プレーオフアムステルダムで行われた世界大会でベスト4が、最高成績です。ナスリ選手はですね、鹿島アントラーズの e スポーツチームを所属しておりまして、 FIFA e ワールドカップグランドファイナル2018に出場した唯一の日本人という、としても知られておりますけども、昨年に引き続いて2回目の選出となりましたけど、代表に選出されて率直な意見としてはいかがですか？本メンバーとして2年連続選ばれるのは唯一僕だけなので、はい、そこは率直に嬉しいですし、こう2年連続ちゃんと結果出せてるっていうのも自分を褒めたいですね。なるほど。そしてですね、まあ、ナスリ選手は攻撃的な、ね、スタイルが非常に輝いているイメージがあるんですけども、まあ、改めて自分の FIFA の攻撃スタイルといったところを伺えればと思うんですけども、どういったところが強みだと思いますか？僕は結構支配率を高く保って攻撃し続けるっていうのが僕の特徴だと思うんですけど、こうサイドバックを上げたりとかボランチを上げたりとか、もう2バックになるような状況でもこう相手にボール取られるリスクを犯しながらでもボールを取られないで攻撃し続けるっていうのが僕の強みであって見てほしいところだと思います。はい、ありがとうございます。そして最後に
FIFA21 グローバルシリーズ公式ランキング東アジア部門で4位で選出されましたアグ選手です。アグ選手よろしくお願いします。よろしくお願いします。自分は FIFA 歴自体は FIFA11 なので10年近くはプレーしていて、もともと趣味としてプレーしていましたが、去年から、プロキャリアをスタートさせてっていう感じですね。なるほど、まあ、そのね、はい、プロキャリアというお話もありましたけども、まあ、昨年開催されました FIFA20 サマーカップシリーズアジアで、まあ、決勝でナスリ選手も勝って優勝しているというところもありますけども、非常に今波に乗っている選手の一人だと思うんですけど、どうですか。去年1年目からライバルとして戦ってきた、ナスリ選手とこうやって、まあ、自分も去年は一応日本代表、いい日本代表には選出はしていただいたんですけど、去年はリザーブという形でだったので、今年はちゃんと本代表として選ばれることできて嬉しかったですし、こうやってライバルたちと一緒にチームを組んで代表を背負って戦うっていうのはすごい光栄なことだなと思っております。ドリブルのアグなんていうことを、ね、自称するときもありますけども、まあ改めて自分のプレーの特徴とか強みといったところを伺ってもよろしいでしょうか。やっぱりゲームをやる上で、その FIFA をやる上でドリブルって結構そのバイタルエリアでするドリブルはこれとか、結構決まったドリブルをやる人が多いんですけど、相手に予想されにくい、何してくるか分かんないなこいつみたいな、いうプレースタイルが得意ですね。で、名前の通りアグレッシブにプレスをかけて守備をガンガンやった上で高速カウンター仕掛けた後のドリブルのアグっていう、まずは守備のアグレッシブさからで攻撃のドリブルのアグっていうプレースタイルが、はい、得意です。ありがとうございます。さあ、ナナミさん、ちょっとアグさんがお話しされてましたけど、普段はこうクラブ同士だと敵同士だったりするわけで、はい、切磋琢磨する中で、うん、こういった代表として集まると今度はチームメイトとして戦うわけで、はい、一緒に戦うわけじゃないですか。その辺の時のこう感覚とか感想とかってどういった形がありますか、ナナミさんとしては。いや、それ逆に僕も聞きたいんですけど、はい、先ほど本番前にね、はい、東京、神奈川、熊本と違うエリアにお住まいになっている中で、しかもこのコロナ禍で皆さんはやっぱりネットでうまくこう強化というか活動できるじゃないですか、お互いが、はい、お互いやっぱり連絡し合ってやろうよみたいな感じでやってるんですか。どうぞまだ息が合ってないですねいや、そうですね、本当に、毎日のように連絡取って、うん、で、練習も一緒にやって、で対戦もしてっていう形ですごい連絡は取ってますね。すごい、やっぱりなんか通常の日本代表より密に連絡取ってそうだから、はい、そういうコミュニケーションでなんかこうチームワークとかそういうものがこう生み出されるんじゃないかなと思うんで、非常にいいなと思いますね、はい、ありがとうございます。そして、ナナミさんはですね、e スポーツサッカーをプレーしたりすることってございますか。FIFA はね、ちょっと番組でやらせてもらったりしたんですが、はいはいはい、すごい難しいねなるほど、難しい。でもプレーする一方でこういった代表戦もそうですけど、トッププレイヤー同士の試合ってご覧になったことってありますか。いや、ないかな。なんか静岡のローカル番組で、はい、ちょっとやってるの見たことあるけど、でもそんなこんなトッププレイヤーじゃなくて、はい、普通 のローカルのタレントさんがやってるような感じだったんで、はい、それしか見たことないですね。とにかく操作して守備が難しいよね、やっぱ。そう、難しいですね。ボール取れないんだよ、なかなかでちょろっと足出すとすぐファールになるしって感じですよねなるほど、だからこの後ね、試合もしていただきますので、はい、守備のコツなんていうのをちょっと伺いながらね、トッププレイヤー同士の試合もご覧いただければと思いますが、先ほどですね、お話もありましたが、 e スポーツサッカーにもですね、このワールドカップのような大会がございますので、こちらの VTR をご覧ください。国際サッカー連盟 FIFA が主催する国別対抗 e スポーツ大会 FIFA e ネーションズカップ、2019年に第1回大会が開催され、世界20カ国が出場しました。アジアからは中国とサウジアラビアが参加し、初代王者にはフランス代表チームが輝いています。今年5月に開催される予定の本大会出場を目指し、サッカー e 日本代表は今月下旬に開催されるアジア予選に挑みます。
さあ七海さん、カテゴリーはまあ異なりますけども、はい、サッカー日本代表の先輩として今日ここに、ね、揃っている3選手はどういった戦いを期待していきますか。いや、アグレッシブにという言葉とか、うん、あと自分のテクニックという言葉とかおっしゃっていただいたんで、自分の特徴を存分に発揮できるような戦い方してほしいですし、それからチームワークというのを、ね、はい、大切に日の丸を背負っている以上は、ね、そうですね、やってほしいなと、はい、あと1個フランスが強いんだねやっぱりね、ロシアワールドカップでもフランス優勝してそうです、ね、ゲームの世界でもフランスが優勝してるっていう意味では、はい、そこには勝ちたいなっていう気持ちがね、よりこう強くなるんじゃないですかね、はい。まあ、そしてですね、まあ、98年フランスワールドカップですとか、まあ、イタリアでの七海さんプレーされましたけども、はい、まあ、世界の強豪、まあ、フランスなんかいう話もありましたけども、強豪と戦う上でのアドバイスをいただけますか。やっぱり準備が大切だと思うんで、やっぱ相手の特徴を把握しなきゃいけないところあるだろうし、はい、自分たちの特徴をすり合わせるところもあるだろうし、そういった準備をとにかく念頭に置いてやってほしいなと。で、1個中立地だろうが、はい、完全アウェーだろうが、その洗礼はないんでねやっぱりこのゲームの世界はそうですね、我々はパイプ椅子投げられたり、ね、生卵を飛んできたりしたんですけどそういうのがないっていうね、だから思い切って、はい、自分のね意気込み通り戦えるっていうのがいいんじゃないですかね、うんうんうん。はい、さあ、そしてですね、せっかくの機会ですので、サッカー E 日本代表の皆様からもですね、七海さんに質問などございますでしょうか。クラブチームとの試合前と、やっぱ日本代表の試合前で、そのモチベーションとかメンタルの部分で整理ちょっと変えるみたいな、そういうのはありますかね。まあ、特に我々の頃は見られている度合いも全然違って、はい、やっぱりクラブチームのゲームよりも代表チームのゲームの方が圧倒的に視聴者も多かったり、はい、お客さんの熱も高かったりしたんで、まあ、それに合わせて自分も勝手に高揚してくるんで、うん、それをコントロールするのは非常に難しかったなと。だから皆さんもさっと対峙したときに、まあ、皆さん日本でもトップレベルだと思うんですけど、世界的なそのトッププレーヤーと対峙したときに、はい、やっぱりこう、こいつうまいだろ強いだろっていう感覚で多分入ると思うから、はい、そこはやっぱフラットにしなきゃいけないなと。なで、僕は最初にワールドカップ出たときに、やっぱアルゼンチンの選手を見て、うわこいつらすげえないい匂いだなとかって思っちゃったのねだそう思わないためにも、普段からそう接したり、うん、まあ、会話したりすることが大切だろうし、いつもやってる相手だよっていう感覚で本番も臨めたら、なるほど、一番いいんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます。決定機を外したりだとか、うん、決定的なパスがずれたりだとか、大きなミスがあった後っていうの、僕たちだとこうイライラしてこうメンタルがぶれて、うん、こうその次のプレーだったり連続で試合するんで、その次の試合とかその次の次の試合とかもにもこうイライラだったりのが影響出ちゃうんですけど、うん、そういうメンタルの部分ってどうコントロールしてました。例えばワールドカップ出た時の初戦のアルゼンチン戦で、僕は最初にバーティストゥータにアシストしてしまって、それが前半の30分ぐらいで、早い時間に先制されたら厳しいっていう対戦相手なわけで、そんな中でやっぱりそこを自分のモチベーションコントロールと、それからミスしてしまったそのメンタルと、そのアンバランス感をどうこう微調整するかっていうのは自分ではなかなか解決できないところもあると思うんで、パッと見て日本のサポーターいっぱいいるなって落ち着かせる人もいるし、まあ、俺は会話をしてなるべく大丈夫だよとかって言ってもらったり、もっとこうしようよっていうね、そういうコミュニケーションを取ったりして、なんとなくこう自分のメンタルはコントロールしてたけど、で今聞いて皆さんもこうメンタルなんだなっていうね、操作技術だけじゃなくてメンタルも重要なんだなっていうのを今初めて聞いたんで、それはやっぱ経験が大事かなと思うんでね、皆さんまだ若いんで、ここからがたくさんの場数を踏むことによって、そういう、 こうコントロールメンタルのコントロールができるんじゃないかなと思いますけどね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では最後にアグ選手からもお願いします。はい、今回この日本代表を背負わせていただくことになったんですけど、七海さんが日本代表を背負っていた時は、その日本代表っていうプレッシャー重圧にどういうメンタルコントロールで試合に臨んでいたのかっていうのを詳しくお聞きしたいなと思っていて、なんだピッチにこう立って国歌斉唱したときに、やっぱりこうむしゃぶりというか、うん、まあ、その震えが戦いに行くための震えなのか、今おっしゃったようにプレッシャーの震えなのかわからないけど、うん、どうしてもこう震えてくる感じを、やっぱり日の回る、まあ、国旗を見たり、それからサポーターを見たりして落ち着かせるというさっきのね感じもありますし、去年そのE ネーションズカップがコロナウイルスの影響で中止になったんですよ。はい、で今年その公式の試合っていうのは日本代表として初めて戦うことになるんで、うん、本当に今の言葉を思い出しながら戦おうと思います。それはちょっとプレッシャーだね。ちょっと間空いたってことでしょ。2年目なんですけど、うん、代表自体は発足して2年目なんですけど、
実際に公式戦でプレーするのは今年が初になると思うので、うん、このメンバーで今の言葉を大事に試合できたらなと思います。いやでも似合ってますね、ユニフォームが。そうですね。いやマジで日本バレーの、ね、ユニフォームが、ね、非常に映えて3選手も、ね、かっこいいですよね。かっこいい、うん。さあここからはトレーニングマッチの模様をお届けしてまいります。第1試合はジェイ選手対ナスリ選手です。EJリーグの決勝の再戦という形になるんですけども、ジェイ選手としてはナスリ選手の印象どういったところをお持ちですか？はい、まあ、やはり攻撃的 でサイドバック両方上げてくるの で、はい、でそこで対応するのが本当に難しいっていう印象がまず第一なんですけど、で、まあ、そのことによって結構劣勢になるというか、うん、自分が守備する時間が長くなるっていう試合が本当に多いので、まあ、でも今回はしっかり攻撃的にいって逆にそれやり返したいなっていう気持ちでいます。なるほど、まあ、EJ リーグはですね1対0で勝利しましたが、かなり押される時間長かったですからね。はい、はい、まあ、一方ナスリ選手攻撃的という話ありましたけど、今日どういった試合で戦いますか？ジェイ選手は FIFA21 で一番多分強いと思うので、守備も硬いですし攻撃も何してくるか分からないので多分難しい試合になると思うんですけど、こう、まあ、チャンピオンということでこうチャレンジ精神で頑張ろうと思います。第1試合は両者ともなでしこジャパンを使用していただきます。さあ、奈良さん、どういったところなでしこジャパン同士の試合になりますけども、どういったところ注目ですかね？どうなんですかね、パススピードとか、はい、走るスピードとかその辺はやっぱりアグさん違うんですか？女子選手を使う機会って大会やっててもないですし、そこの慣れをどっちが早く掴むのかっていうのは大事な部分だと思います。ジェイ選手は、はい、なでしこ使ったことありますか？いや、ないんですよ。ないってで、まあ、結構まあ女性ということまで身長と体格も、うん、細いで身長も小さいというところで結構ピッチが広く、まあ、なるスペースがかなり多いっていうのをちょっと先ほど聞いたので、うん、で、まあ、そこをしっかりスペース狙いながらいけたらうまくいくのかなって思ってますね。さあ、じゃあ対するナスリ選手にも伺っていきたいと思うんですけども、今回なでしこは使ったことはありますか？以前2020年の代表の時の収録で使いました。はい、その時の印象とかってありましたか？先ほどジェイ選手が全部言っちゃったんですけど男子選手に比べて身長も小さくて体格も細いので、うん、こうよりスペースの使い方が重要になるのかなと思います。うん、また今回はですね90統一のモードを使用させていただくんですけども、まあ、選手が各ポジションごとに全て同じ能力になりまして、まあ、例えばフォワードだったら同じ決定力とかスピード感だったりとか、まあ、ディフェンダーだったら同じディフェンス能力だったりゴールキーパーだったら同じようなセービングってなるので、まあ、より実力がよりきっぱり現れるというところではあるんですけども、まあ、J 選手は、ね、今回1位で選出されているというところで、まあ、その辺はちょっとプレッシャーもあるんじゃないかなというところはあるんですけども、アンデ選手はこの90統一モードにどういった印象をお持ちですか？そうですね、やっぱり実力が出やすいモードなのかなっていうのは感じている部分ですね。同じポジション能力になるので本当に戦術の差とか技術の差とかが出やすいモードなのかなと思ってます。さあ、サッカー E 日本代表トレーニングマッチ第1試合がキックオフです。左から右に攻めるホームのユニフォーム、青のユニフォームを使っているのがナスリ選手、一方右から左に攻める白のユニフォームアウェイを使っているのがジェイ選手となっております。さあ、七海さんは初めてこういったトッププレーヤーの試合をご覧になるというところですけども、どういったところを期待していますか？いや、テンポの速いサッカー見せてほしいなと思ったんですけど、やっぱテンポ速いですね。そうですね、うん、まあ、特に90もっとエリア内に進入してうまい、縦に入れてここは一応クリア、逆サイド。さあ、先ほどお話にあったピッチを広くというお話がありました、もみきをキープして、このトッププレイヤー同士ですとこの辺で、ね、しっかりボールを回しながら、まあ、1枚2枚しっかり剥がしていくというのが非常に大切なプレーとなります。なんか簡単にボールロストしないですね、やっぱり。そうですね、まあ、この辺は、ね、サッカーゲーム簡単にパスは出せるんですけども、うん、一方で、ね、頭の上のポチを、ね、注目していただきたいんですけども、まあ、守備が非常に、ね、素早く動かして常にカバーと、ね、トライをしているのでなかなかスペースが空かないんですけども、
まあ、フェイントとかキープでしっかり守りきれるんですよね、ボールを。さあここですね、ナスリ選手といえばこの攻撃的にね行くという話もありましたけども、サイドバックも上げながらワンタッチツータッチと叩きながらシュート、これが決まった。先制点はナスリ、素早いパス回しからスルーパスが通りました。さあ七海さん、どうですかこの先制点ご覧になって。いや、このテンポね、ワンタッチ多くて、この前後の出し入れから最初に自分がね動き出すスペース作り出して、はい、スッとね、この中に切り込んでからのダイレクトシュート、うんうん、シュートコースも素晴らしいですよ、これ。ここしかないというね、サイドネットにうまく入れました。うんうん、このね、遠藤選手という選手が今ゴールを決めましたけども、普段はこのサイドの、ね、LM というポジションなので、どちらかというと決定力が、まあ、この90ムーブだと少し落ちてしまうんですけども、逆にスピードがあるので、こういった裏抜けみたいなところではまあそれが生きたといったシーンかなと思いますけども、アグ選手は今この、ゴールを見ていかがでしたか。そうですね、今ラストパス、あの浮かして出してるんですよね、スルーパス。普通に出すとあのゴロのパスになっちゃうんですけど、あえて浮かすことによってディフェンスをちょっと戸惑う形になっちゃいましたね。今までね、もうパスだったらただパスを出すだけだったんですけど、ちょっと浮かすとか強いパスでね、グラウンダーで出すとか、そういう細かいところなんですけど、結構技術詰まったゴールだったなと思います。さあ攻め立てる右サイド、両サイドバックが本当に上がって、もう2センターバックみたいな状態になってるんですよね。これが特徴ですよね、ナスリ選手の。清水選手、ここまで上がって、ここで局面で右を見せつつ中で攻めていきます。ここはカットして、ただ裏が空いてますね。そうですね、裏が空きました。ただここはキャプテン熊谷が粘るが、ただ競り勝ったのが長谷川、パス選択、岩渕のシュート、これを外してしまう、思わず苦笑い J。 これ今見てもらったら分かると思うんですけど、あのマニュアルキーパーといって、はい、打つ方向を予測してキーパー動かしてるので、うん、なので多分外れたんじゃないかな。多分動かしてなかったら外れてなかったと思います。まあ、このトッププレイヤー同士になると、まあ、最後シュートまでフリーで打たれても、うん、こうゴールキーパー動かしてちょっと心理戦を仕掛けるっていうのはね、キーパー側の話ね今のは。はい、すごいキーパー側ですね、うん、今までねサッカーゲームさんね、ゴールキーパーは動かせない、コンピューターが動かすものっていう認識だったと思うんですけども、飛び出させるぐらいしかできなかったんですけど、今までは、うん、今のサッカーゲームはキーパー左右に動かしたりとかできるので、まあ、そこで最後までね駆け引きができるというところ で、ね、まあ、ここのシュートは外れてしまいましたけど、まあ、お互い一進一退の中でボールポジションはやはりナスリといったところですね。守備やっぱりうまいです ね、まあ、ね先ほどね守備が難しいといったお話もありましたけども、はい、やっぱトッププレイヤー同士になると攻撃はもちろん、この、ね、テクニックはもちろんですけど、守備がね本当にポジションをしっかり埋めてきますよね。スクープでさあ前相手シュート、これは削りたくなるよねあれいやすごい気持ちわかります、ね、ただこれ削っちゃうとファウルになっちゃうんで、そうだよ ね、 我慢ですね。ファウルがあって J からのリスタートとなります。縦に一度当てて見えるかな、ボールが入って岩渕同士がフェイントを見せつつ、おお、ボールを蹴り出してまだ持ちます、もみきダブルタッチ、前が空いてシュート、これは最後ディフェンダーが滑り込みました。やはりこのレベルだと、ね、単純なシュートだとなかなか入らない、しっかりもう最後まで外しきると、そう落としてこのシュートもディフェンダーの足が伸びます。この時間帯波状攻撃が続きます。さあ裏へのボール、これは少し大きくなりました。さあ3ボールになるとしっかりボールを回しながらサイドバックもここも上げてきます。ポジションはかなりナスリかとは思いますが、こういったところで失うとサイドバックの裏のケアが心配になるが、カウンターはさせません、落ち着いています。さあ前が空いて、このボールは J がカット、
さあスルーパス、うん、こぼれたところ、ここはナスリがボールを取ります。さあ裏に走り出している選手は使わずに一度ボールをキープ。右サイドにワンタッチで叩きながら中に入れます。大きく展開。さあサイドバックを見せつつ使って、さあ叩いて逆エラー、しこで進入しながら前が空いたぞ。いやうん、すごい。ここは集中しております。さあただカウンターの局面になると人数が足りないから、 J ここで高い位置でカットされてしまうが、思わぬところで取れたというところでパスミスになってしまいました。逆にカウンター、アディショナルタイム1分が表示されて、その1分が超えたところで長いボール、これはカットされます。ここで前半終了、1対0でナスリがリードをした状態で前半折り返しました。ナルミさん、この試合ご覧になっていかがですか？いや、あの展開早くて、はい、ちょっと目がついてるのが大変ですけどですけどやっぱりこのトッププレイヤー同士だから、うん、ロースコアって感じですよ ね。やっぱり守備のうまさとかゴール前の体の投げ出し方ってなかなかこう見応えあったなと思いますね。ドリブルお互いキレもありましたが、最後のところはやらせないっていう、ね、ところが見られましたが、アグ選手からご覧になっていかがでしたか？そうですね、まあ、お互いあと1点2点ずつ決めれたなっていうところはお互いがお互い思ってると思います。ただナスリ選手はJ 選手の反撃許さず、無失点に前半抑えることができているので、後半このまま続けていきたいですし、 J 選手は決めきれてない部分があったので、そこ後半しっかり決めて追いつきたいでしょうね。さあ EJ リーグのリベンジとなった、ね、試合にはなっておりますが、現在はナスリ選手がリードして後半に移ります。さあ後半戦がキックオフされました。左から右に攻めるアウェーのユニフォーム、白のユニフォームを使っているのが J 選手、一方の右から左に攻める青のユニフォーム、ホームのユニフォームを扱っているのがナスリ選手です。さあサイドに展開して、まあ、J 選手としてはね、前半戦あまりポゼッションもできなかったところもあると思うので、まあ、自分のね得意なボールをね支配しながら動かしていくってことをしたいとは思うんですが、裏へのボール、ここがループシュートは入らず、仕方ない、サイドありませんでしたね。まあ、ゲームなんでここは大下で完璧にねしっかり見てますので、裏への抜け出しのタイミング含めてバッチリでした。後半のファーストシュートは J 選手からです。ボールをキープしながらサイドバックもしっかり上げていくのはこのナスリスタイル。これはフェイントもね、逆エラシコなんてね使いながら相手の逆をついて重心をずらして前を向くと、この中盤でもねしっかりできるのがこのトッププレイヤーですね。ここから押し込んでね、本当になかなか取れないんですよね、ナスリの攻撃は。人数がいるのでセカンドボールが取れないと。そうだね、うん、サポート早いしね、距離感もいい。フェイントで逆をつきながら一度サイドまでボールを運びます。ここでしっかりね開くのを待ってるんですね、中の選手がフリーになるのを。それもお互い分かっているので守備側はそれをやらせないと。おお、逆エラシコで入っていきますが、ここはしっかりカットしてカウンターにつなげたい。さあ左サイド大きく空いているが、これカウンター行きたいですね。うん、あ、ただ切り替えが早い。裏へのボール抜けてエリア内に侵入、スクープフェイントしながら中に切り込んでいきますが、ここは J が対応しました。ナスリのコーナーキックニアに合わせてオーバーヘッド、こぼれて、このボールは J がカットします。さあ裏へ走り出しているぞ、長谷川が走り出してスクープで逆ついてクロスを上げますが、これはゴールキーパー。やはりね、このキーパーはこう6分6分で前後半ありますので、普通のサッカーに比べてかなりね展開が早いというところがありますね。さあ逆にカウンター、中島が左サイド抜けていってクロスシュート、これはディフェンダーがカット。阿部選手、ここからあと一つ何かをするにはどうせ、おっと、これカウンターだ、かなり
長いボールさあ上がったぞ来たシュートコンボ決めて同点ジェイが追いつくロングカウンターで一気に決め切りましたもう倒れ込んでおりますけども七海さん今のシュートの一気にカウンターカウンターのね応戦でしたけど最後のシュートまででいかがでしたあれ僕やってたら多分ワンタッチで打っちゃってましたね。それこれやっぱここでコントロールめちゃめちゃ落ち着いてしかも柔らかいし。そうですね。胸でしっかり足元落としてでしたね。お二人ともやっぱボックス内は落ち着いてますね。守備でも攻撃でも。アグ選手からご覧になってこのシュートいかがでした？そうですね。ジェイ選手は50分後半ぐらいからカウンターにがっつりカウンターをやりきるっていう戦術に切り替えてるので、それが功を奏したかなと。カウンターできる場面でも一旦大事にボール持つシーンが多かったので、そこは思い切ってもうサイドバック上がってることだしカウンターに割り切ってやるっていうサッカー戦術に変えたのが構想したのかなと思っています、この辺はねこの腕前のテクニックもありますけど試合に応じた判断というのも非常に重要になってきます、そうですね、さあ同点に追いつかれたナスリだが攻め手は変えませんあくまでサイドバックも上げながら攻撃的に攻撃的にいきますここからまた来ますよさあ右サイド上がっていたがそこは使わずに一度ボールキープ、守備側も今カウンターさせないような対応したってことですよね、そうですね、走っているのに対してこうやってカーソルを合わせますがこの裏へのボールボールはゴールキーパーが取りましたが一瞬でも隙を見せるとねああいったところを狙ってきますからね縦にボールを当ててこれはナスリがカットしますこれはナスリボールのスローイン変えますかね75分を過ぎたところで選手交代ですナメさん的には75分ぐらい監督としての視点ではありますけど75分ぐらいで選手を変えるときってどういった心境で変えるんですかいやそれはスコアとかゲーム状況があるんで、何とも言えないところですけどやっぱミスが続いたりすると変え、るのはね買いやすいですよねなるほどこうなってくると体力の、ね、少ない選手とかを変えるのか、それともまあ特徴的な選手を出すのか、でもまあ数字が一緒だからそんなに差が出ないのか、ね、まあ、どちらかというとスタミナがねメーターの選手のお名前の上にね、メーターがあるんですが、まあ、スタミナを切れるとやっぱりシュート精度とか走る速度が遅くなるので、はいはい、まあ、そこをしっかり変えるっていうのが、まあ、この FIFA の90モールがよくあるところですね。あくまで攻め立てるのがもっと右に大きくフリーでボールキープして中に入れたい細かいところ突破していくか2人ここで囲んで取りましたさあ長いロングカウンターこれはゴールキーパーがキャッチしましたあくまで攻め立てる人数をかけて攻めるのがナスリそしてカウンターの J といった試合展開が続きます残り時間が10分少々といったところで現在1対1と同点となっております。さあミールがボールを運んで菅沢が前を向きたいが簡単には前を向かせてくれません。さあ外に追いやられたがサイドバックを使って清水から中に取り返しますがこれはディフェンダーがカットします。もうゴールキーパーちょっと動かしてですね。キーパーポジションすごいね。はい、ちょっと前に来てニアがやっぱりこのゲーム入りやすいので、はいはい、そこしっかりキーパーで潰すと。戦術がねお互いやっぱあるんですけども。さあ左サイド大きく空いているがそこは使わずに一度ボールキープしながらただボール回しは非常に速いナスリ。左サイド一瞬裏への動きが見えましたがここは使わずにかなり差だ中に人数がいるのでサイドバックがフリーになっています。さあワンツー中入ってきてまだパスで崩していくとこのボールもナスリボールとなります。いらない。アディショナルタイムは2分。裏へここも清水サイドバックが上がってきてどうする。おフェイントに抜いてパス選択シュート。アディ
ショナルタイム、ナスリが決めました。これは嬉しいでしょうね。いやもう1対1完全に勝って、ここですね。このねドリブル突破良かったね最後ね。ゴールで上げないんだな。グランダムパスでクッと最後はね行きましたが、ラストパスはもちろんだけど、あのドリブル突破効果あったね。そうですね、人数かけてボールロールというね、フェイントで1人完全に抜き切って前をね抜けたっていうのが大きかったですね。これね、しかも最後取ったの杉田選手、中盤の選手ですからね、ここまで上がってくるというのもね、ナスリスタイルの一つ特徴かもしれませんね。さあ、ここで試合終了。第1試合はナスリが2対1で勝利を収めました。はい、ということで対戦を終えてね、感想を伺っていきたいと思うんですけど、まずは、勝利した、ナスリ選手からお話を伺っていきたいと思います。ナスリ選手、この試合2対1で勝利しましたが、いかがでしたか？いや、これが本番だったなって感じですまあ今回ねトレーニングマッチではありましたけども、まあ2点差ともかなりナスリスタイルが現れたところではあったと思うんですが、やっぱ90分アディショナルタイムのゴールはもうあれは完璧でしたか？いや、完璧ですね。もう相手の裏をつく、あそこでボールロールって意外と抜けないことが多いので、そこをあえてボールロールして読まれない方を選択して完璧でしたね。一歩ね敗れてしまいましたけども、まあ、ジェイ選手、この試合やってみていかがでしたか？はい、いややはりその攻撃っていうところ、ナスリ選手の攻撃がかなりちょっと今回手こずりましたね、守備してて、で簡単に剥がされたり、パスも嫌なところ、バイタルエリアかなり使われて、ちょっとそこからボール奪っても自分の時間にはできなかったので、ちょっと全体通してうまくいかなかった印象ですね。まあ、支配率を見ると、まあ、64% がまあナスリ選手というところで、まあ、ジェイ選手としてはやっぱ支配率取られていると結構試合的には辛いところありましたか？まあ、そうですね、まあ、でもナスリ選手の時試合はそんな、そこまで意識してないので、まあ、こうなるっていうのは分かっていたので、まあ、そこはあの支配率っていうよりもその内容というか、自分のスタイルっていうのがあんまり出せなかったので、ちょっとそこは悔しいですね。さあ、そしてアグ選手にも、ね、お話伺っていきたいと思うんですけども、はい、まあ、2対1でナスリ選手の勝利となりましたけど、試合通じてどういったことを思っておりましたか？そうですね、今シーズン開幕するときに、自分とナスリ選手で、なでしこジャパンを使って、オンライントレーニングということで、やっていたので、ナスリ選手は、若干ジェイ選手に、が不利かなとは思ってたんですけど、やっぱり彼の良さって個人的には修正力っていうのが思ってて、そこはその使い慣れてない中でも綺麗な 4-4 ブロックを作って守備やってましたし、後半からはカウンターに戦術を切り替えてやっていたのはさすがだなと思いました。ただやっぱり最後決めきったナスリ選手もさすがだなと思いましたね。ありがとうございます。そして七海さんはですね、初めてこういったトップ同士の試合をご覧になったと思うんですけども、はい、率直にいかがでしたか、こういった試合は？こんなね、色が出るんだなと思いました。あ、なるほど。ジェイ選手もつなごうと思えば絶対つなげるわけで、だけどやっぱり対ナスリ選手っていうことを考えてのこのカウンター、ポゼッション対カウンターってこう色濃く違うコントラストで、非常にこう見応えのあるゲームだったなと思いますね。まあ、この後七海さんもぜひ一緒にやっていただけると。いります俺。いやそもそも七海さんのこう俺のところ絶対崩さないじゃないですか。いやでもね、七海さんを混ぜた2対2で行うということですので、ね、ちょっとお互い日本ね、いい日本代表が多分フォローしていただけると思うので。確かに、はい、だから俺の操作しているところの周りで来る人たちはちょっと遊んでね、はい、ボール取りすぎないようにね、ちょっと深くこう足を踏み込まないようにだけ。展開早いと思う、ついていけない、はい、削りまくっちゃいそうだから、はい、ありがとうございます。ということでですね、2試合目はですね、七海さん、ジェイ選手チーム対ナスリ選手対アグ選手のチームで試合をさせていただきますので、皆様準備の方に移ってください。七海さんはドルトムントを選びましたけど、どういったところが狙いなんですか？はい、攻撃陣、特に2列目にね、レイナとかサンチョとか、はい、それからまあロイスもそうですし、ムココなんかもそうですし、アザールなんかもそうですし、非常にこう才能のある選手がいて、でセンターフォワードがね、はい、なんとんでもないセンターフォワードがいるんで、はい、アランドは、はい、決めましたね。
なるほど、まあ、しかもね今回対するは鹿島アントラーズと、ね、いうことになりますので、うん、まあ、能力が高いドルトムントを生かしてね勝利を目指して頑張ってほしいと思うんですけども、はい、まあ、3選手にも意気込みを伺っていきたいかと思うんですけども、あの J 選手は今回意気込み、はい、七海さんと一緒にやるわけですけども、ね、意気込みはいかがですか。はい、まあ、やっぱりそうですね、七海さんとやれるっていうところで、まあ、七海さんがどういうプレーするのか分かんないんですけど、まあ、本当にサポートしながらしっかり自分で引っ張っていきたいと思います。そして、まあ、ドルトムントと鹿島アントラーズなのでかなり能力差あるので、もう存分に本当にスピードなど生かして点取りまくれたらなと思います。はい、ありがとうございます。まあ、対するはという形になりますけども、ナスリさん、アグさんチームでねやるわけですよ。ナスリさんから、お話伺えればと思いますが、意気込みはいかがですか。こう七海さん対僕とかだったら多分このチーム差でも勝てると思うんですけどJ 選手がいるんでちょっとこれはちょっと手抜くのはできないなって思ってます。やっぱそれぐらいの差があるんだね、この能力値っていうのがね。そうですね、まあ、その辺の能力値もありますけど、アグ選手はいかがですか。そうですね、今ナスリ選手が言ってたように、あの J 選手が助っ人でいるので、これは多分自分たち本気でやらないと普通に負けてしまう可能性大いにあるので、真剣に頑張ります。ということで七海さん、ちょっと改めて最後意気込みを伺ってほしいでしょうか。いや、もう足引っ張らないようにするだけですいやいや大丈夫だと思います。あの二人ね、俺をイライラさせそうなんですよこね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 してマジでちょっと足出してね、PK とかにならないように気をつけていただいて、はい、まあ、お互いでもあとJ選手と息掛け合いながらね、はい、しっかり連携組んで試合の方に臨んでいただければと思います。はい、それでは第2試合キックオフです。さあ、いい日本代表トレーニングマッチ第2試合がキックオフです。左から右に攻める赤のユニフォーム鹿島アントラーズを使うのがアグ・ナスリコンビ、一方右から左に攻める黄色のユニフォームドルトムントを使うのが七海さん、J 選手コンビです。頭の上に赤のポチがついている、今ボールを持っているのがアグ選手、そして今ボールを受け取ったのは黄色ナスリ選手、一方ドルトムントの青、頭の上に青がついているのが J 選手、そして紫のポチがついているのが七海選手、七海さんとなっております。全然取れない。なんか七海さんは前から多分行ってあげて、うん、J 選手がそれをカバーするような形の方がいいのかなと思って、どこにね、3選手もかなり集中してやってますね。七海さんにボールが渡って、これ出しようかな、これボールを逆サイドできる、七海さんがボールを持って前に出しますが、ここはすみません、プレスちょっとコントローラー設定が間違えた。ですね、まあ、ここら辺のコントローラーの設定で全然操作が変わるので、まあ、そういった中で、まあ、自分の、ね、得意としている形がなかなか出せないといったところから、ね、しっかり、まあ、調整して試合に臨んでいきます。大丈夫です。はい、試合が再開されます。さあ、いい日本代表アグ・ナスリコンビに対して、お、奈良さん、素晴らしいカット、そして縦に当ててレイナから裏へのボール、ナイス、いやー、負け、いいよ、縦、ナイス。さあ、裏へのボール、さあ、奈良さんがケアに入る、中へのボール、これはアカンジ、奈良さんが一度クリアします。いや、ごめん、マイボール、マイボール、マイボールは、そうですね、奈良さん、J 選手ボールとなります。前切ります。どうするの、多分大きく蹴ってくるので競り合いが難しいんだよ青が J 選手とゲレーロ、この辺はね、まあ、ドルトムント強さがありますから、しっかりボールを回していきたい。縦切り頼む、俺中に当てて、やべ、さあ、ドイス、裏を俺行く、裏を俺行く、さあ、七海さん裏に走り出して、そこは使えずに、そうですね、紫の七海さん、しっかりどこでね今自分が動いてるかというと、モニターの方がいいんだ、青さえ、 J 選手がボールをキープしながら、ノイス、これは七海さんがうまくね落とすと、ここに攻撃にスイッチが入るといったところでした。この辺のセカンドボールの強さと思わず苦笑い、アグナスリコンビ、いや、呼ばれてるね、
さあ裏へのスルーパス。ここら辺のスピードではドルトムントにかなわないのか。コンビネーションで崩していきたい。アグドラスリー。さあ裏サンチョン。ナナミさん戻して。いやうまい。これが。思わずいやという声がナナミさんからもこぼれましたが右サイド。ナナミさん起点に攻撃を作りました。よし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 。そうそう。だんだんこう声が出てきていいコンビネーションになってきましたね。難しいな。ムニエなら裏行けるかも。ナイスです。ボールを回して縦にナナミさんからこのボールは通らずに あ、カソリかすぐにシャバーに入ってこの辺の切り替えも早いぞ。あ、気持ちいいです。ごめんごめん。難しい。さあワンツーなかなか前を使ってないというかでしたがここはファールになりました。フリーキックも難しいんだよね、これ。そうですね。カーはレオシルバ。頭の上に赤のポチがついてるんで、アグが動かします。キッカーはカイケに変えました。今シーズン新加入の選手です。さあ、狙っていくのかどうする？ディフェンダーが立っているが、狙っていくぞ。シュートこれはディフェンダーカット。めちゃめちゃ上がる。いやいや、惜しい。あるある。ここは大きくクリアして、ね、ホーランドここですね。ナナミさんがしっかり落としました。ちょっとサイドでフライン落とすわ。いけない。スルーパス、ドイツ落としてナナミさん、ナナミさん、ナナミ J コンビ綺麗に崩し切りました。ナイスゴール、ナイスゴール。いや、ナイス落としでした。落としよかったね、今ね。やっぱ上手い人であると楽しいな。いやすぐ楽しまれてるな。いや、これ野々見さん落とし完璧でした ね。落としたのか。ファール取られなくてよかったですね。いやまさかそうですね。この辺のヘディングはね、特に能力の差が現れるところではあるので、足元で行くよりもというところのね、なるほど、ジェイさんの狙いがしっかり見えました。続いては野々見さん、ジェイ選手コンビ丁寧に1対0となりました。丁寧にマジでちまちまやろ。ドルトムント能力の高さ、まあ、パス能力はもちろんですけどね、やっぱりアスリート能力の速さとか強さがありますからね。どんどん存分に生かしていきますが、右サイド空いた。ここの高い位置を取ってパス。よっしゃ、ナイスです。ここは奈良美さん足が伸びました。いいカバー。キーパーあんなところにいるんだな。あそこのニアを潰しながらですが、ファーサイドフリーで、ここはただ高さがあるのがドルトムントか。ちょっと逃げる。さあフリーでレオシルバ、裏に走り出してアラーノでキープしますが、ドリブルが少し大きくなったところをしっかりとカット。難しい。さあアグ選手が思わず難しいという言葉が聞こえましたが、さあカウンターになると、速さがあるぞ。ホーランドワンツーで崩していく。右サイド速いぞ。サンチョン、クリアクリアクリア。やばいやばい、裏は鋭さがありました。やばいやばい、負けるとやばい。裏裏裏裏へ走り出している。どうする、簡単なクロス。クリアクリアします。逆に収められる。ナナミさん、ホーランド強すぎる。体見て強い。ガチ止める。縦切る、縦切る。抜けちゃった方が良かったか。当たるわ。そうですね。一度落として、ホーランがキープしながら、ナナミさんが裏へ走り出している。そこは使わずに、ロイスから。絶対折り返す。どうする？行かせない。パス。PK になる。ここが PK。思わず足を出してしまった。いやー、J のダブルタッチフェイントに対して、ファールですか？思わず出てしまいました。明らかにファールだこれ。さあキッカーは J にやっております。いいよ、決めていいよ。キーパーはナスルですね。2対0なるのか。追加点どこに行ける。頼む。ナスリが止める。ナイス、ナスリが止めました。ナイスキーパー。いや、これセットプレーめちゃくちゃ大きい。でもいいよね。
さあコーナーデラネ、マジで勝てる。デラネも身長が非常に高い選手ですのでね、こういったセットプレーは本当チャンスになります。中行くと、あ、うん、ここはオフサイド。ごめんごめん。いや、出せ出せ。もう一回立て。シビネ。え？おっ、危ない危ない。ちょっと今の。長いボール。ここはやはりドルトムントが高さを見せます。メレジャンから左サイド、ここにホーラン、前は向けません。縦パスを一度当てて、ここは2人ですぐに囲みます。コンビネーションが光ってる奈良美さん、 J コンビ、やばいやばい、やばい、来る、さあ裏に来て、強い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 奈良美さん、止められない、リーガル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 、押し切った。ナエさん、狙い通りでしたね。狙い通りのね、やっぱりジェイ選手のラストパスの質が高いのと、これはね、皆さんが注目してた通りフィジカルの強さですよね。ホーランドの強すぎた、強いな、引きずって、うん、いや、そしてこの決定力2対0、うん、やべ、楽しいな。アディショナルタイムに入っております。いや、マジでスキルないんだよ。まだもう1点狙っていくぞ、サイドですよ、合わない、中に当てて、エムリちゃん、ここのキープ、まだキープしている、審判、アディショナルタイムが3分になるというところで、ここで前半終了、2対0で、ななみんさん、J 選手コンビがリードして折り返します。マジで、さあ、ななみんさん、改めて前半終えてみて、いかがですか。いや、もう、こんなにうまくいくなと思ってなかったですよ。あと、手汗がやばい。マジで。さあ、そしてコンビを組むジェイス選手、いかがですか。いや、もうかなり、もうななみさんがすごい、あのパスもしっかり自分の欲しいところで来るので、やりやすいですね。だんだんね、この前半の時間過ぎるにはね、連れてだんだんこうコンビネーションも生まれてきましたね。はい、点取って、で、まあ、にあの日本代表、いい日本代表の2人にこんな気持ちいいボコボコにしてる感じがあまりないので、すごい感覚ですね、これは。さあ、一方でボコボコにされている側となってしまっているナスリ選手とアグ選手にもお話伺っていきたいと思いますが、ナスリ選手、前半を終えてみて、まあ、2点ビハインドですが、いかがですか。ちょっと厳しいですね。具体的にどの辺が厳しいですか。やっぱ選手の能力にプラスして、ジェイ選手と奈良美選手も本当に普通にすごい上手いんで、うん、ちょっとこれはハンデ上げすぎたかなって思ってます。一方のアグ選手はどうですか、相方組んでますけども。あの、もう早く帰りたいです。そんなちょっと意気消沈している中、残りの45分がもう結構されますよね。いや、でもやっぱりあの日本代表を背負ってる以上、はい、あの諦めずに最後まで戦う姿勢を見せるっていうのは、日本代表のアイデンティティなので、その姿勢を貫こうかなと思います。はい、ありがとうございます。それでは後半戦キックオフです。マジで勝った、マジで勝ちたね。さあ、改めて左から右に攻める黄色のユニフォームドルトムントを使っているのが奈良美さん、 J 選手コンビです。一方、右から左に攻める赤のユニフォーム鹿島アントラーズを使っているのがアグ選手、ナスリ選手コンビとなっております。この紫のポチがついているのが奈良美さんです。裏に来た、頼むマジで。思わず頼む間に合いとアグさんからも声が漏れました。強すぎる、強い、ここがファールとなりました。マジで前向けん、男どうしよう、近く渡すわ、まあね、サッカーの、ね、基本でもありますけど、インターセプトを狙う、そして、ね、前を向かせないといったところの中で、なかなかこのドルトムンドを使う奈良さん、ジェイさんコンビはちょっと息が揃って、トライアンドカバーで前を向かせないような展開が続いてますね。さあ、前へスルーパス、いや、もう一度粘れるか。さあ、落ち着いて縦パス入れて、エメルちゃんさん裏へパスが通って、これやばい、これやばい、これやばい、ポーランド、これやばい、これやばいという声が漏れている。どうする、パス選択ロイス、こぼれて、ナイスセリアイカル。3点目、決定的な3点目を決めます。楽しい。あの顔見てくださいよ、日本代表のあの顔を。帰りたい。このクロスで一度が、ね、クリアしたんですけども、
最後こぼれたところに奈良美さん、ポーランドがダイレクトで叩き込みました。これで3対0と。マジで連携無視してもうこって使いまくる。ラグ選手、ナイス選手、この後どうします？すごい、ちょっと秘密ですさあどうするのか。さあ裏に抜けて小泉、どうする？中へのパス、このボールが奈良美さんが、マイボール、マイボール、あれ、コーナーキックとなります奈良美さん、素晴らしいカバーがありましたが、これはコーナーキックです。マチがでかいよ。28、28。ビハインドの2人は小声で作戦を言いながらニアで合わせる。思わず2人とも同じリアクション、少し立ち上がりました。あ、俺か。さあもう一度コーナーキック、これ消せるやん。ニアで合わせてこぼれたところ、決めろ。このシュートもドルトムントはカバー。頼む。さあ前が空いて、スルーパス、前が空いて、もう一個落とせ、ラップが、うまいな、今の。ナナミさん、今のは非常にうまかったですね。うまかったね。完全にマークを置いていきましたが、トラップが最後流れてしまいました。やべ、勝っちゃった。ごめんなさい。大丈夫、大丈夫です。さあ裏回転、中、シュート、オフサイドなく、これでまずは1点決めました。小さな声でナイスナイスという声がアグナスリコンビが聞こえてきました。ワンチャンあるぞ。まあ、裏街道がね、しっかりフリーで中に当ててシュートという形で、まあ、2対2だからできるコンビネーションでしっかり崩しました。あー弱い、あー頼む、いやー、マジか。1回サイド、いやごめん、あるあるある、うわ強い、さあ左サイドが空いたところ、ただここがジェイがカバーして、しっかり、そしてナスリ奈良美さんが落とします。そしてワンツーあります、裏、さあ裏へパスが来て、中で待っているぞ奈良美さんが、どうする、奈良美さんに来た、奈良美さんのシュート、これはちょっと最後難しい、そんなの見返すという言葉がありました。もう一度ありそうです奈良美さんから、もう一回ワンツー、もう一回キープして、裏へ、このボールは通りません。セカンドボールは奈良美さん、Jコンビに落ちてきます。サイド、OK、さあ一度当ててボールをキープするのがこれ奈良美さんです。さあ裏に走り出しているが、ここは使わずに右サイド、奈良美さんからボールを回して、うまい、さあキープして、裏に出した素晴らしいパス、シュート、4点目、完璧、頑張りました。奈良美さんが素晴らしいスルーパスが出ましたが、 J さんどうですか今のパス受けて。いやもう本当にここまでの流れ、パスワークが本当に良かったので、もう完璧に崩して気持ちいいです。気持ちいい、マジで気持ちいいさあ思わず苦笑い、 J 選手、あ失礼しました、ナスリ選手、アグ選手、いかがでしたか。いやもう完全にやられましたね。ちょもう声出てない、声出てない熊本空港の絵が出ちゃってそろそろ家に帰りたいという、ね、言葉がハーフタイムにもありましたが、現在73分といったところで4対1、大きく奈良美さん、 J コンビがリードを伸ばしております。ボールを当てて、レオシルバ、裏へのボール、これを頑張って、アグここで止まりますが、このカバーも早い。アグからナスリ、このボールが通らずに、しかもそこ痛い、ここはファールとなって、2人とも思わず頭を抱えるような表情を見せました。特にこの時間帯になってくるとですね、前切りますね、選手の能力差もそうなんですけど、スタミナの能力があるので、やっぱりドルトムントの方がスタミナが多いので、より走力とかフィジカル能力の差がね、この時間なおさら出てくるので、ここを生かしていくと5点目6点目とつながるかもしれないです。わあ、まずい、おお大丈夫、いやーマジか蹴ってもらって、オッケー、来い、あれ、待って待って待って、ここをフンメルスがしっかり J カバーします。いやうまい取り方、
取られちゃうんだ。さあ、奈良美さんから一打って、オランから裏へのボール、これは通りません。さあ、対する奈良美さんがしっかりコースを潰しながら、このボールは外切る、外切る。奈良美さんがしっかりつないでいきます。落ち着いてるな。さあ、大きくクリアしたところ。ナイス。ここでしっかりカバーするのが J でしたが、さあ裏へ抜けて待っているぞ。奈良美さん。ひどい。あれ、あっと向井選手ワンチャン、ここで退場となってしまいました。ナスリやったな。切り替えようぜ。最後倒したのはあれですよね、アゲ選手でしたよね。切り替えなくちゃいけないのは多分あなたですよ。すいません、切り替えます。いや、あれは行くしかなかったもん。プロフェッショナルファウル。高いボールが来て、これは鹿島が一度クリアします。くつなぎたい。いや、まあいいね。さあ、残り時間が短くなってまいりました。攻め立てるのは奈良美、J コンビ。ゲレールから長い、このボールが流れてしまう。さあ、前を向くが、中に当てて、左サイド走り出している。このボール、パスが通らずに裏へのボール、カウンターが OK。 ここは通りませんでした。アディショナルタイムが3分表示されております。ある、来た、重なった。ここは強いが、人数かけていますが落ち着いています。おお、あったかいで取られてしまった。人数差が、ここでただ試合が終了。5対1で奈良美さん、J 選手コンビの勝利です。さあ、試合を終えてみて奈良美さん、いかがでしたか。いや、もうストレス解消ですよ、これ。完勝じゃないですか。あ、失礼します、4対1ですね。4対1となりましたけども、もう奈良美さんも J 選手も非常にね、こうコンビネーション良かったですね。はい、とね、ナスリ選手と、はい、あのアグ選手のあのストレスたっぷりな顔見たら、今日はぐっすり眠れますよ、僕は。さあ、コンビを組んだ、はい、J 選手もお話を伺っていきたいと思いますが、どうでしたか。いや、もうやはり奈々美さんのプレースキルが、はい、本当に高いので、うん、もうなんかここ落としてほしいところとかちゃんと来るので、うん、もう本当にただただやりやすかったですね。あ、本当でも試合の中でコンビネーションどん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 、ね、はい、磨かれてね、裏への抜け出した瞬間パスみたいなのもありましたよね。うん、はい。さあ、一方ね、ちょっと眠れない夜になりそうなお二人にもお話を伺っていきたいんですけども、まあ、まずはアグ選手からじゃあお話を伺えればと思います。はい、そうですね、あのあの、そうですね、あ、もう精進します、以上です。さあ、そしてコンビを組んだナスリ選手、いかがでしたか。いや、本当どっちがどっちを扱ってるか分かんないぐらいナスリさん上手くて、はい、うん、いや、本当にうまかった。まあ、相方も悪かったですね。ちょっと大丈夫か。ちょっと、いや、でも点決めたの自分ですからね。アシスト僕です。いや、そうでしょうね。いやいやいや、でもなんかね、このいい日本代表のね、仲の良さみたいなところで、ね、現れつつね、奈々美さんもしっかりそのフォローするという技術の高さも見られますよね。はい、そうですね。ただコメントにキレはないですね。まあ、ちょっともうね、だいぶ集中力も切れてしまいましたね。チームワークの良さが出ましたね。ここからあの3人でE代表でやっていかなきゃいけないので、はい、しっかりあの反省会開いてチームワーク高めていければなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ改めて、ね、最後に奈良美さんからこう今回こう一緒に対戦してみていかがでしたか。やっぱりあの手に汗握るっていうのはまずこのことなんだなっていうのは、うん、つくづく感じますし、はい、まあ、これが大会になるとか、うん、それからカテゴリーが変わって賞金がたくさん出てくるとか、うん、そういったところでこの一戦必勝っていう戦い方をやらなきゃいけない、はい、これはもう体力、もう知力もちろんですけど、うん、集中力、まあ、いろんなものをあの加味しないとなかなか戦えないスポーツだなというふうに思いましたね。うん、はい、さあ、改めてですね、第2試合は4対1で奈良美さん、J 選手チームの勝利となりました。
サッカーいい日本代表へ激励のコメントが届いております。 VTR ご覧ください。皆さんこんにちは、なでしこジャパン監督の高倉麻子です。 J 選手、ナスリ選手、アグ選手、この度はサッカーいい日本代表選出おめでとうございます。 FIFA E ネーションズカップ出場を目指してこれから予選に臨まれるとのことですが、厳しい戦いが待っているかと思います。日本代表のアイデンティティである誇り、責任、礼節、団結、覚悟を胸に頑張ってください。私たちなでしこジャパンはこの日本代表アイデンティティに加えてなでしこらしさを大切にして世界と戦っています。ひたむきにプレーし最後まで諦めない、そんな姿を東京オリンピックでも見ていただきたいと思っています。日本代表として一緒にサッカーを盛り上げていきましょう。高倉麻子でした。サムライブルー監督の森安です。選出された選手の皆さん、日本代表は常に勝利が求められるチームです。しかしそれをプレッシャーと受け止めずに、楽しむことを忘れずに全力で思い切ってプレーしてください。そして皆さんの全力プレーがたくさんの方々に喜びや勇気を与えられることを誇りに感じてください。サッカー、そして日本代表を応援してくださる方々が僕たちを後押ししてくれます。戦うフィールドは違いますが、日本代表として共に日本の皆さんのために戦いましょう。高倉監督、森保監督、ありがとうございます。 J 選手いかがでしたか。はい、やっぱ高倉監督、そして森保監督からメッセージいただいて、より日本代表になったっていうところを実感しますし、そして責任感っていうのが本当に強くなりましたね。で、日本代表のアイデンティティと楽しさ、そこを忘れずにしっかり取り組んでいきたいと思います。ナスリ選手はいかがでしたか。こうやってメッセージをもらうことで、こう日本代表としてこう受け入れてもらえてるっていう感じがして本当に嬉しいですし、こう今もらった言葉を意識して、こう日本代表として戦う時は頑張ろうと思います。ありがとうございます。アグ選手はいかがでしたか。なでしこジャパン、そしてサムライブルーの監督のお二人から言葉をいただくっていう機会は、まさか何年か前の自分では想像もしていなかったですし、本当に嬉しいことだなと思います。ありがとうございます。そしてですね、3選手ともサッカー日本代表の試合はね、普段からご覧になると思いますけども、日本代表の選手が、プレーのヒントを得たりとか、あるいは FIFA でのプレーに生かしたりといったところはございますか。普段から試合は本当に見るの でその中で戦術とか、自分は本当にリアルサッカー志向 のスタイルでもあるので、本当にそこの戦術といった部分は生かしてやっています。ナスリ選手はいかがですか。僕は、戦術というより形、こういう形になったらこう相手が嫌だとか、こうどうしても止められない形がサッカーでもあるっていうのは、FIFA でも同じなので、そこを意識しながらこう日本代表を見たりしてます。なるほど。アグ選手はいかがですか。僕自身、日本代表をすごい幼少期から憧れていましたし、本田選手にすごい憧れていて、でその本田選手 の特にワールドカップ出場を決めた PK のシーンなんかは、本当にすごいメンタルでプレーされていたと思いますし、そういう面はすごい後の会見だったり記事だったりインタビューだったり見て本当に勉強させてもらっている部分なので、何回も言いますけど、メンタル面はすごい本当に日本代表の選手の皆さんたちにもからも参考にさせていただいている部分ではあります。ちなみに髪型は本田選手真似してるんですか。いやそうですね、色は憧れの金をさせてもらってますありがとうございます。はいはい、そしてナイミさん、リアルとサッカーとこの e スポーツサッカーも似てるとかっていうところもありましたけども、実際に対戦してみていかがでしたか。そうですね、小学生の時をちょっと思い出したんですよ。っていうのも、小学校の時に、はい、自分の町に当時の日本リーグの選手が来るじゃないですか。あの時すごいこう高揚してはしゃいだのを覚えてるんですけど、それと同じようなやっぱり現役の代表選手ってことでしょ。
そういう選手と、ね、一緒にあのコントローラーを交えたっていうのは、ね、あの記念にもなるし、あと結果もね最高の結果だったんで良かったと思いますね。そうですね、この勢いそのままにね世界を驚かせる戦いもね期待していきたいですよね。サッカー E 日本代表の皆様は5月に開催される予定の FIFA E ネーションズカップ2021出場をかけたアジア予選が目前に迫ってきています。選手の皆様に一言ずついただきたいと思いますけども、まずは J 選手からお願いいたします。はい、まあ、まずアジア大会アジア予選というところ、そこ突破しないとあの世界大会に出れないので、そこに向けてしっかり準備するっていうところと、まあ、結果はもちろんなんですけど、その結果に対してあのファンなどあのしっかり応援してもらえる人が勇気やそういうところを元気もらえるっていうところまでしっかり届けれるように姿勢なりその活動しっかりやっていきたいなと思います。ありがとうございます。ナスリ選手もお願いします。2019年の E ネーションズカップはもう僕たちは日本はこう出る資格がなかったので、もう指くわえて画面見て悔しい思いをしたんですけど、まず第一に結果を考えてこうオンライン予選勝ち抜けるために戦おうと思います。ありがとうございます。阿久選手お願いします。やっぱり日本代表を背負うっていうことはかなり特別なことですし、なかなか経験できないことでもあると思うので、この機会は絶対にチャンスだと思ってしっかり結果を残して、まずはアジア予選突破して、なおかつ本戦出場した上で優勝を目指して頑張っていければいいなと思いますし、この e スポーツサッカーっていうものも皆さんに認知していただいて応援してもらえるようなチームになっていけたらなと思うので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。まあ、結果という、ね、お言葉もありましたけども、まあ、e スポーツサッカーを、ね、この3選手を通じて知っていただいて、さらに、ね、サッカーファミリーというものが広がっていっていただければというふうに思っております。そして最後に奈波さん、はい、3選手に対してです、ね、激励のコメントをいただいてもよろしいでしょうか。はい、もうここで知り合った以上はもう予選突破はもう絶対だと思うんで予選突破して、ね、本大会に出てほしいですし、皆さんすごいピュアな心を持ってるんでね、それはもうサッカーに対してもゲームに対してもピュアな心を持ってるんで、その心さえあれば視聴者の方とか応援してくれるファンの方々にもその熱意が伝わると思うんでね、これから広げていくっていう活動は、まあ、僕も一サッカー人として魅力ながらお手伝いしたいと思いますし、皆さんの結果は、いろんなものをこう注視しながら見てるんで、頑張っていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。まだまだ大変な状況は続きますが、サムライブルー、なでしこジャパンとともにサッカー E 日本代表の J 選手、ナスリ選手、アグ選手の活躍を見守っていただければと思います。本日は皆さんご視聴いただきありがとうございました。さようなら。ありがとうございました。